京2。マリオ、読みよ、私のかわいい子たち。お前たち二人の力を合わせ、この世界の中で最も美しき地に、何者にも屈せぬ強き命を産み落とし、そして育みなさい。さあ、旅立つのです。母ちゃん、おかえり。万事丸はいるか？今日という今日は許せねえぞ。万事丸、またどこかで喧嘩したんでしょう。まったくしょうがない子ね。それにしても子供の喧嘩にいちいち親が出てくるなんて大人のすることじゃないわ。万事丸、お前はほとぼりが冷めるまでどこかその辺で暇つぶしといで。2階のいつものところからお逃げ。あとは母さんが適当にあしらっとくから任せなさい。